3番から4番北からの角度30度3番から4番北からの角度30度これは何をしているのですか。あ、こちらからあちらへ方位をこれで測って距離をあえて測るんですわ。あ、なるほど。曲線を直線に分けて測るのか。119、120歩、距離55件3番から4番距離55件1番から2番北からの角度65度。1番から2番北からの角度65度。距離70件。距離70件。それはまず測量したデータを下図に落とし込み、点と点を結んで海岸線を書くことから始まる。その下図がつなぎ合わされ畳1畳ほどの寄せ図となり、後にはそれを写し色をつけ地名や記号を入れたものが大図と呼ばれる日本全土214枚もの地図となるのだが、その一方で彼らは忠敬の死を隠すための偽装工作にも取り組んでいく。日本人が起こした奇跡の実話。地図がバッて広がった。鳥肌もすごかったですし、泣いちゃいました。感動の実話をぜひ劇場で。大河への道。日本人すごいな。